どうもようこそテレドラムチャンネルへ。今日はまず簡単な、スネアドラム、こいつのチューニングを、実践しながらやりたいなと思います。ここは今日はこれでレコーディングを後からするんで、それ用にスネアを、軽くチューニングしていこうかなと。用意するものはスティック、当たり前ですよね。チューニングキードラム専用のチューニングキーですね。中が4つ4角の穴になっておりまして、ここのまあナットというかボルトがあるんで、それを回してテンションを上げたり下げたりするわけですよ。それによって音が変わるというわけで、今現状このスネアがこんな感じの音でございます。まあ、大体裏と表を一緒にすればいいみたいな、感じのことを皆さん聞いたことあると思うんですけど、まあ、大体スネアはそんな感じで、音ももちろんそうなんですけど、叩いた時の感覚が、弾んだ感覚が自分がやりやすいようにするのがいいかなと思いますね。はい、でまあ、裏がめんどくさいんで、最初裏をやってみますけど、これは、今日はなんと助手がいるんで声だけ参加しますけど、後藤さんこれ緩めて大丈夫ですか？いいですよ。はい、今日は後藤スタジオにお邪魔しております。はい、で裏をちゃんとやるときはこれ、ついでに言っとくと、スネアドラムね、表の皮と裏の皮があって、ここにまあスナッピーとかストレイナーっていうんですね。何なんですか名前の違い。まあ、この針金があるんだけど、これが振動することによってこのスネアのジャリっていう感じが他のタムとかと違う感じになっています。で裏をチューニングするときに反対に置くんだけど、これが意外、まあ、当然邪魔になるんで、こいつ調整で緩められるんですね。でソース上に上げるとこんな感じでできるんで、僕はこうスティックを、わかりますか、これこんな感じだよ。スナッピーを緩めてスティックを挟むと干渉されない。素晴らしい。そうでこれやりながらなんとなくこうまあやるの見てて、まあ、これ口で言ってもなかなか分かんないですよね。実音と倍音っていうのが出るんで、何聞いてるか分かんないと思う。まあ、僕が本当に思うのはもう何回皮を張り替えたか、まあ、やっぱこれしかないですね。あと僕も自分のお師匠さんがいるんですけど、それをお師匠さんのチューニングをいつも見ながら、どこ合わしとるんやろなみたいな。でその、終わったスネアとかをちょっと今日借りてっていいですかっつって、お貸ししていただいてスタジオ持てて、自分のスネアとその師匠のスネアと、まあスタジオのスネアを3つぐらいこういじっていじってみたいなやりながらやってます。大体同じ音。でもこういうところで当然セットでやるとこれも共鳴するんだわ、こういう音も。だから本当はこういうのがない方がいいですね。ミュートをかけるとか、スネアのだけのチューニングをするんだったら、まあ、ちょっと離れてやった方がいいですって言いながらやってる間に、こうだんだんと同じ音に、でやるときにこうちょっとあんま表のときにもう一回やるけど、これだとこのまま叩くといろんな音が鳴るんで、スネアをちょっとだけ触れると音が止まるんですよ。だからこれが非常に聞こえやすくなるということで、みんなよくやってますね、これね。だからやっぱマイスネアを1個持たないと絶対にチューニングがうまくならないね。だからスタジオ、レンタルスタジオ入った時にそこのスネアをいじってみるっていうのも言ってたけど、わからんままやるとぐちゃぐちゃになって、あーあーああってなるね。だんだん一緒になってきたわけだね、後藤さん。
ね、今回結構強めに貼ったんですけど、そんな感じですよね。で、これ外して、これここはこれちょっと特殊やな。だいたいスナッピーをこうガチャガチャやる、これなんだっけ名前、それがストレイナー、これがストレイナーか、スネアワイヤーですね。これがスナッピーか、これがストレイナーか、ストレイナーで、ここで、ね、丸ネジがあって、このスナッピーの強さを調整することができるんで、今すげえ緩めたんで、めっちゃこれ時計回りで締まります。時計回りで、時計回りで締まります。だいぶ緩めた、当たり前か。で、じゃこの今スナッピーを当てたんで、こういう音になったわけね。で、これに対して今裏がこれぐらいの感じ。で、表がちょっと低い感じかな。わかりますか？押さえてみます。大体表を、手のひらをバスッと押さえると裏が分かる。この裏を押さえると表の音が、ちょっと表のが低い。まあこれ結構緩いです。これ結構使ってますね。これをちょっと合わせていこうかな。まあミュートが貼ってあるんですけども、これとりあえず置いといて、この前悪くはないですよ。で、この時にさっき言ったのはこうするんだ。これを、まあ、指を1本つけると、こうでしょ、こうなるわけだ。これによってこの音が、わかりやすくなる。で、見えるかな？この大体、叩いてる場所は、チューニングの、ここの、これがでしょ、ネジ。ここの、そばを叩いてます。まず大体やるときはなんとなく一周叩いて、どこら辺が低いとか高いをなんとなく聞き分けます。さすが後藤さん、もうそんなに違わないということで、じゃあ今回は全体的にちょっと上げてみましょう。で、本当にもうね、これぐらいいくよ。こんなぐらい、こんなぐらい、こんなぐらい、こんなぐらいを、まあ若干対角線上に、本当にちょっとだけど、そのちょっとが、これ何ラグ、10ラグですか。そうです ね10個もこのネジが、テンションを上げるネジがあるんで、結構上がると思う。これでさっきより上がったの分かるかな。上がりましたね。響きももうほんと、くんだけやね、くんだけ。これでちょっと上げてみます。また戻してちょっと巻き戻してもらえば、うお。で、あとはスナッピーをもう一度つけて、このスナッピーのジャリジャリ感を回しながら調整する。
換するときは弱く、ちょっと弱めで上げれば。その1でした。まあこんなんで分かるわけはないですけど、ちょっと参考になればいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。